陰頭後壁の応用は、陰頭後感壁に応用を形成する感染症のこと。陰頭後壁と、頸椎前面との間にある陰頭後感壁にある、陰頭後リンパセ節とその周辺に応用を形成する。連鎖球ブドウ球菌、胃やけ性菌などが原因となることが多い。下行性重核炎や、肺血症に至り、急速に全身状態が悪化することがある。 リンパ節の豊富な2から4歳の幼児に見られることが多い。軌道損傷後の成人例も散見される。A.B. クレイグ F.W. エトールレトルフェレンジンエルアブセスインチルドレンクリニカルプレゼンテーションユーティリティオブイメージングアンドカレントマネジメント PD トリックス2003 111ピーターソン LJ コンテンポラリー マネージメントオブディープインフェクションズオブザネック、J オーラルマキシリファクセルジ、1993-51、226から231、宮田康氏ほか、プライマリケアの現場で役立つ一発、診断100、P107、ありがとうございます。